今からクッキーのブラッシングをします。もう身構えて行くぞ。嫌がってもダメ。このスリッカーブラシは、こう曲がるので直接直角に当たるのがいいですね。でこっち側が柔らかい瓶でこっち側が硬い瓶になってます。非常に使いやすいスリッカーブラシです。まあもちろん当店でも販売しています。耳の毛をブラッシングするときは下に手を添えるといいですね。手を添えてブラッシングします。クッキーよいしょ、こっち側しようか。下にね、指をちょっと添えてます。はい、耳の後ろ側が、ほら、耳の後ろ側が結構毛玉ができやすいので、ここは気をつけてブラッシングしてあげてくださいね。毛玉できやすいね、ここね。はい、ね、まあ無理に取らずに。まずスリッカーブラシで、あらかたもつれをほぐしてあげます。あんまりこうグッと押し付けないようにね。まあ、特にこの動画がブラッシングを教えるっていう動画ではなくて、まあこういう日常業務として、ね、これはクッキーはホテルでお泊まりのワンちゃんですけど、こういうふうなことをしてますよという、動画です。ですから、まあブラッシングの仕方も参考になれば、まあそう参考にしていただいたらいいですけど、なんかそれを教えるっていう動画ではありません。なクッキー、もうクッキーおとなしくなったやん。えらいね。気持ちいい？気持ちいいと思うんですけどね。ちょっとね、毛玉、もつれがある、そこがあって、まあ、ちょっとこう、押さえてあげて、ちょっと引っ張られるの痛いね。こうやってシューって。
やっぱり足は毛玉ができやすいですね。で、スリッカープラスについた毛はこうやって取ります。クッキーもこれをやります。茶色くなりますけど、この、アイクリーンウォーターというのは、まあ、菌が発生しないように、消毒の意味もあります、うん、クッキーちゃん、今日はこれぐらいで許してあげることにします。クッキーちゃんです。クッキーの歯磨きをします。クッキーマウスクリーナーします。おお、クッキーもまあまあ綺麗。
これでいいかな。はいはい。これ口臭も取れますから、こうやってやるといいです。はいはい、よしよし。おーい。おしまいです。おしまいです。